エースガンガン級かもしれないよ。ファントム F1 登場です。ハードヒットが大好きなテニス愛好家の皆さん、お待たせしました。エースガンガン取りたい方のために作られた一本、ファントム F1 です。でそしてこのラケットの、詳細を説明させていただきますが、まず、フェースサイズは98インチです。前作のファントム100よりも、少し小さくなっています。でフレーム厚がこのスロートから21ミリで、だんだん厚くなって 24.5 ミリと、で少しこう先端に当たった時でもこのパワーヒットした時にも安定感が生まれるという設計になっているようです。はい。でこれが面白いのがストリングパターンがですね、縦18本横18本と18、18と非常に珍しいストリングパターンになっています。まあ、これによって、ここのですねガットのこの隙間の部分が全て均等になっているので、まあ、叩いた時のコントロール性を非常にね上げている、ようです。で次にここちょっとね珍しいんですけれども、こう特徴的、ここあのフレームの部分がねデコボコしてるの、これ分かります？これねディンプルフレームといって、スイングスピードを上げた時に空気抵抗を抑える設計になっています。もうよりこのハードヒッターの方のためにスイングした時のこう空気抵抗を抑えて、より大きいスイングを実現させてくれるようにするために設計された形状だそうです。これ面白いですね。これちょっとね説明してなかったんですけども、内側こうフレームの内側にテキストリームって入ってるの見えますか？ちょっとこれ私もカメラ見ながら、あ見えるね、テキストリームって書いてあるんです内側で。これ素材の、まあ、カーボン素材の名前なんですけれども、これスウェーデン製の素材だそうで、空輸される時に湿度とか温度とかを徹底管理されて送られてくる超高級素材だそうです。でこれはあの F1 とか飛行機とかの素材にも使われていて、でこの素材のまたすごいところは、一つのこうスポーツのカテゴリーに一社しか使っちゃいけないと使用許可っていうのがあるらしいんですよ。なのでテニスのメーカーでいうと、もうプリンスさんだけが使用を認められているというスーパーすごい素材だみたいです。はい。でこの素材というのは、そのボールを打った時そのフレームのですね球持ちがすごい良くて、そしてパワーがある、そして衝撃吸収性に優れて非常に軽量で強靭と、いいもの尽くしの素材だそうなんです。はい。これ実は皆さんテキストリームって書いてあったけど、詳しいこと知らなかったでしょう。まあ、各社、まあ、いろんな素材を使ってるんですけれども、そんだけすごかったんだっていうところをちょっと皆さんにも知ってほしいと思いまして、はい、ちょっと今回説明させてもらいました。はい。あともね非常にちょっと重要なのは、あの打球感なので、これから実際に打っていきたいと思います。まあ、もちろんあのハードヒッター向けとして作られた一本なので、今日はちょっとストロークをガンガン打ってみたいと思いますので、ちょっと見ててください。さあこれから世のハードヒット好きの方のために作られたファントム F1 でガンガンハードヒットしていきたいと思います。今回お手伝いいただくのは、スリンガー様です。いつもお世話になってます。世のハードヒッターに作られたこの一本でガンガン打っていきたいと思います。まあ、でも最初は中速で後で高速でスイングちょっとしてみますね。あ、意外に、あ、球持ちがいいぞ。確かにあのちょっとね先行で他の方のレビューだと硬いってコメントがあったんですよね。でもね中速のスイングでもそんなに感じません。まあ、あの従来のファントムシリーズと比べたら若干はまあハードです。もちろんハードヒッター向けに作られてるんで若干はハードさは感じますが、でそれほど硬いっていう印象はないですね。あ、結構飛ぶよ。球持ちがいいから結構飛ぶ。中速でも
ボールが結構スピード出てくれる。ファントムのいいとこなんだよな、こういうところが。スイングスピード上げてみます。あ、これね、速いスイングするとそんなにね、ラケットのフレームのね、ハードさは感じません。あのね、振る人の方がより手のひらに馴染むかもしれない、これ。だからあの本当に中途半端にこう回転かけて入れなきゃ、でもちょっとこうスピードかけて打ちたいって人は多分ハードに感じるかも。こういう人ガンってちょっとまっすぐ打つ、ちょっと極端にやる、ガンってまっすぐしたい人は絶対やってる。これこの時にハードさを感じないの、ちゃんとこう手のひらでそのコースに運んでるっていうイメージがあるから、スイングした時にある程度自分のイメージのコースに飛んでいくのと、で一つ思ったのが、コート上でこう攻める人はいいかも。タンタンみたいな、こういう速いテンポでフラット打ちみたいな人は結構これエースガンガン級かもしれないよ。それで最後出てこい、ちょっと休憩させてくれてるな、さすがスリンガー様、ありがたい。どこ行ってボール切れって話。ちょっとバックハンドに移ります。こちらもね、ちょっと体が温まってるんで、ちょっと中速打ったらもう高速で打っちゃいます。さっきあんだけフォアでパワーがあったので、はい、ちょっと中速で、あ、バック結構飛ぶな。なんかちょっと打感は、まあ、若干ハードだったからバックだと辛いかなと思ったけど、そんなに感じない。打った方が面は安定する。うん、バックもやっぱり球持ちがいいから、しっかりまっすぐ振った方がパワーになりやすい。球持ちがいい、やっぱ振った方があのね、ハード感を感じない。じゃあちょっとボレー持ってみます。ちょっとフォアボレーからいきましょう。どういう性能を発揮するか。おあれ意外に、あれボレーも柔らかいです、当たった感じ。あのね、なんかさっきハードヒッター向けだから、なんか押し込んで叩いた方がいいんじゃないかと思ったんだけれども、意外にね、ちょっとスライスか、私もスライス回転こう多いんですけど、意外にボレーはボレーの時のタッチなりの柔らかさを感じます。なんか不思議だな、なんか相反する感じがするんだけど、まあ、でも多分ね、あんまりスライスっぽく打たないこうちょっと厚い当たりのボレーの人も多分いかに行くんじゃないかな、もうこういう打ち方でも。でもこれでもしっかり当たればコントロール安定するんで、こんな感じで、いや思ったより全然ボレー扱いやすいです。ちょっとバック持ちます。いやボレー意外にソフトだったな、打感は、まあ、従来のファントムシリーズと比べたら若干は、まあ、ハードさは感じるけれども、もう十分伸びていく。ちょっとパッとスライスかけただけでパワーボールが出ます。はい、ストロークとボレー全体的に打っていったんですけれども、非常にいいです。やっぱり従来の、ファントムシリーズと比べたら、もちろんちょっと、まあ、ハードなんですけれども、まあ、前、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、ちょっと硬いっていう、こう意見があるって聞いたんですけど、そういうね、不快なね、硬さでは全然ないです。特にもうハードヒッターがもうね、大きいスイングをするわけですから、面合成を上げなくちゃいけないんで、ある程度はやっぱりそのフレームの硬さは感じると思います。ただしっかりボールをしばきたい、もうコートに叩き込みたいっていう方は
全然その打球感としては硬さは感じないと思います、はい、もうより振っていった方が安定性もあるし、もうちょっとコート内でこう叩き込むのが楽しくなるラケットかもしれません。これ、はい、このファントム F1 の発売日なんですが、2022年4月発売予定でございます。ぜひとも発売日近くなったらシダラケットとかもしかして準備されてるかもしれないので、ぜひあとは皆さんで体感していただいて、まあ、世の、ね、ハードヒット好きの方はもうガンガン試してもらって、まあ、コート内でね突き刺さるようなボールをもういっぱい打ってほしいなと思います。今回の動画が参考になったなと思う方はチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ファントム F1 ハードヒッターの皆さん、楽しみにしててね。それでは See you!